360キックフリップはトレフリップ、サブロクフリップとも呼ばれ、板を縦横に1回転させる技です。これができたら中級者っていうトリックなので、憧れる人も多いんじゃないでしょうか。はじめは360ポップショービットとキックフリップの複合技かとイメージしがちですが、実は独自のユニークな回し方があって、そこをつかまないとなかなかメイクできません。外さない360キックフリップの鍵は何なのか。その答えは、後ろ足の使い方、そして回転の軸を意識することにあります。スタンスで重要なのは後ろ足です。つま先だけをテールから出し、R の部分に沿わせて引っ掛けておくイメージです。前足はキックフリップのように少し浅めに置いて角度をつけておくとやりやすくなりますが、広く置く人もいれば狭く置く人もいるので、安定するところを見つけましょう。最初は不安定になりがちですが、重心が偏ると板をうまく回せなくなります。均等に体重を乗せ、デッキが地面と水平になるように意識します。目線は4つのビスの中央を見るようにします。正面を向く姿勢になりがちですが、あまり肩を開きすぎないように気をつけましょう。安定したスタンスができたら板を回していきますが、ここでこの技の鍵となる後ろ足の使い方を詳しく説明します。板を横に1回転させるので、テールを払うように勢いよく蹴りますが、それだけだとフリップ回転がうまくかかりません。そこでつま先でテールを裏側からすくい上げる、もしくは裏側に圧をかけるようなイメージで弾くことで、横だけでなく縦の回転も加えやすくなります。しゃくるという表現をよく耳にします。前足はキックフリップほど蹴り抜かなくても大丈夫です。優しく正面に蹴り抜くようにします。あとは重心と目線を保ち、板の回転をよく見てタイミングよく着地しましょう。板を正確に回すには回転の軸をしっかり安定させることも重要です。スタンスの話に戻りますが、前足で板にかかる力が左右均等になるように調整し、目線を前のビスあたりからずらさないようにすると、テールをしゃくるためのバランスが生まれ、自分の真下で板が正確に回ってくれるようになります。逆にコンディションが悪く、少しでも軸がずれると習得後でも急にメイクできなくなることがあるので、技をする直前の軸が安定した感覚を覚えておくことは大切なポイントです。板の回し方が独特なので、必ず習得しておく技はありませんが、オーリーはもちろん、キックフリップやポップショービットなどの基礎的なフラットトリックができるようになってから練習することをお勧めします。一般的にこの技は習得に何週間かかかります。最初はフリップ回転を入れようとせず、横に360度回す感覚を身につけましょう。慣れないうちは軸が安定せず横に飛んだり、フリップが半回転しかかからないでしょうが構いません。とにかく自分の真下で板を回し、裏向きの板に両足着地できるようになるまで練習を続けましょう。横回転に慣れてきたら、いよいよメイクを狙っていきましょう。意識するのは前足でフリップを加えることではなく、軸を安定させることです。なるべく真上に飛びながらテールのしゃくる動作が正確にできるよう練習しましょう。軸が安定してくると徐々にフリップ回転も入るようになり、メイクの瞬間が訪れるでしょう。10回に1回ぐらいの頻度でメイクできるようになってきたら、重心と目線をずらさず足だけを使って板を回せるよう意識します。感覚がつかめたら、
嘘のように簡単にできるようになってきます。複雑な回転をショービットのように簡単にできるようになった時はとても爽快で、その後もずっと使えるトリックになるでしょう。